福留大師は、日本の実業家。チェンジの創業者、代表取締役。八面六ッピ株式会社、社外取締役。1976年3月25日、鹿児島県日置市の出身。1994年、霊明高等学校を卒業。1998年、中央大学法学部法律学科を卒業。1999年4月。 アンダーセンコンサルティングに入社。2001年、独立。2001年9月、ジンボコンサルティングオフィスに参画。2002年8月、福留経営研究所を設立、代表に就任。2003年4月10日、株式会社チェンジ創業メンバー、代表取締役 COO に就任。2012年12月4日、 第46回衆院選鹿児島県第3区より日本維新の会から出馬。2015年12月、代表取締役兼執行役員、社長リサーチデベロップメントユニット長に就任。2016年9月27日、東証マザーズに上場。2017年10月、代表取締役兼執行役員社長に就任。 2018年9月27日、東証一部に上場。11月30日、トラストバンクを子会社化。12月、八面ドッピ株式会社、社外取締役に就任。2019年1月30日、パブリックとテクノロジーを掛け合わせたパブリテック事業を立ち上げ、ふるさと納税に関わるシステムの効率化を中心に、 地方公共団体の業務改善に注力。2月13日、ボックスの業務利用における導入支援サービス及び、ボックス連携ソリューションを提供開始。3月18日、エアロネクストが、チェンジとドローンサービスプラットフォームダスの開発と、ドローンエコシステムの構築に向け業務提携。9月2日、デジタル人材育成サービス総合パッケージを展開。 10月8日、AI を用いた工業籍社員の発掘、離職防止のためのアナリティクスサービスの共同開発開始。ありがとうございます。